たちは何世紀も自分を待ち伏せていたとしか思われない一枚の絵に出くわした。その瞬間私は喜びに震えた。憤りとも思えるような感情が突き上げ、私の肉体は強烈な情熱で満ち溢れた。私の手は無意識に踊り出していた。少年の私にとって世界を塗り替えることこそ眠りや三度の食事ほどに大切なことであった。綺麗な景色ってな、地獄だな。右側の女連れてってやってこいよ。どうせうずうずしてん。でも、どもるんだよ。同情させるんだ。そのどもるに惚れさせるんだよ。そのために連れてきてやったんじゃねえ。どもれよ。こんなどもりんでも惚れる物好きはいるかもしれない。いや、どもらはるの？へえ、なんや変な人ばっかりやな。じゃあ、二組に別れようか。2時間後にまたここでな。またあの足見せつけてお嬢さんのご世話くすぐらはんやわ。何言うてんの？かなんは言わさんといて。まあそう思い詰めるほどのことじゃないよ。すぐに忘れるさ。何もかも無力なんや。どうしたんだよ。
逃げられたのか。こんなに小さかったのに、ものすごい大きくなって目がくらんで、とあの美しさっちゅうのは怖いもんやで、どん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 大きくなって何もかも押しつぶしてしまうんや。いい加減にしろよ。美しさなんて虫歯みたいなもんじゃないか。舌に触って痛んでその存在を主張するだろう。それでとうとうその痛みに耐えられなくなって歯医者に抜いてもらう。ところがその血まみれの小さな歯を手のひらに取ってみると、これか、こんなもんだったのかっていう程度のもんなんだよ。それが分かってりゃ人生のやりきれなさを反対に武器にできるじゃないか。美しさは僕の恩的なんや。金閣寺が滅びん限りとてもやないが、耐えられへんねん。もうすぐ米軍が爆弾を落としに来る。そしたら自由になれるんや。詩や短編を書いた18歳の頃、私は戦争に行って死ぬことばかり夢見ていた。花火みたいに生きよう。一瞬のうちに精一杯夜空を彩ってすぐに消えてしまおう。私は三島由紀夫をペンネームとした。